はい、レオンチャンネルです。100年目の仮面ライダー来た。仮面ライダーセンチュリーだって。まさに100年とか世紀っていう意味だから、この名前すごいしっくりくる。こうしてから今年の冬映画に登場する特別な仮面ライダーの情報解禁があって、で画像が公開されましたが、まだ微妙に変身ベルトは映ってないんだけど、今から50年後、仮面ライダー100周年のセンチュリーですって。ゼロワンとかでもシンプルながら未来感出てて機械っぽさありましたが、一周回って初期の仮面ライダーっぽい有機的な生物要素が強めの仮面ライダーになるんだね。でビジュアルこそ一部解禁されましたが、まだ情報的なものは一切なくって、どういう風に劇場に絡んでくるのか、敵か味方かもまだ分かんないと。まあでも流れ的には敵対するんじゃないかなって思うけど、僕の動画のコメントとかだと、まあ、2071年の仮面ライダーが登場するっていうのは最初から言われてましたから、仮面ライダー100号じゃないですかとか、仮面ライダービヨンドじゃないですかとか、いろいろ説がありましたが、まさかの仮面ライダーセンチュリーで、まあまあドストレートの名前言ってましたね。で微妙にこれさ、変身ベルト映ってないんですよ。一応このシルエットも公開されて、このシルエットに近づいていって色がついてセンチュリーバーンみたいな、そういう画像ですから、一応ねここにね変身ベルト映ってるんですよ。ただ見る感じかなり1号のタイフーンとかアークルとか、その辺のシンプル系の変身ベルトっぽいっすよね。ただシルエットとさ、これ実際のこのスーツの造形が結構違うから、これ最初に解禁された画像ね。で触覚部分なんかももっと太くなってるし、顔も丸くなってるよね。で肩周りも出っ張ってるし、胸アーマーなんかはちょっとこう肋骨骨が透けてるようなデザインっぽくなってて、まあでも一応残ってるか、その辺の雰囲気が。細かく見ていくと、クラッシャー部分はここの半透明のクリアパーツの内部に収まってるんだ。未来感あるね。とはいえ、でも待って、ゲイツが2068じゃなかったっけ。ゲイツの3年後だ。だいぶ3年、ゲイツから3年経ってだいぶ未来感出てますね。あとはでも仮面ライダー機械があれっすよ、さらに50年後だ。2121年、ライダー生誕から150年経ってる世界が機械。クイズが2040年、忍びがね来年っすよ、2022年。ゲイツが2068年だもんね。みはるくんとかは、みはるくんはアクアが2051年か、ポセイドンもそのあたりか、マサオは2030年あたりで、センチュリーが2071年と。まあそう思うと、まあまあ未来だ。あのセンチュリーのさらにその先の機械とかももう出てるわけですね。コウタロは入電王は2060年前後。おお、へえ。なのでやっぱ未来感すごいありますよね。復眼もこれ模様骨のような、なんか横線がバーッと入ってて、そしてポインターもぼんやり映ってますね。で触覚の根元にまた1個造形があって、この辺も脳みたいなところが半透明になってて、で触覚があって、白いなんかちょっと宇宙服、未来宇宙服みたいな造形になっているような気もしますが、情報量多いね。でさらにここに赤ライン、とこの辺はあれかな、ちょっと仮面ライダー1号っぽい緑とか青とかそういう色が使われてる感じなのかな。で肩アーマーとかも有機的生物っぽく、ちょっとやっぱ怪人っぽい生き物っぽい感じもあるんだよな。で赤いラインとか、アンダースーツはシルバーかな、にこのさ青緑みたいなのが入ると、まあ、いつもそうですが未来感出るよね。でこの下がどうなるかっていうと、アンダースーツからのもうベルトがバーンってくるわけだ。まあ、下半身とかもおよそ同じように赤ラインとかのアーマーが入ると思いますが、変身ベルト発売するかな、早速プレ版とかでね。こうやって見るとシルエットがやっぱスーツの方がボリュームアップって感じっすね。左右非対称じゃなくてもうシンプルに左右対称ですね。でこの辺りは何かヒロイックな造形がなくって、やっぱちょっと骨っぽい肋骨っぽい感じになってるんだよな。ただ胸筋アーマー部分は出っ張ってると。
なのでこの副眼の横ラインとこの辺の横ラインがちょっと統一感あるような感じ。どちらにしろエッジのかかったバシッとしたライダーデザインじゃなくて、ぬるってしたぬるっとした生物的有機的なライダーになってるんだ。ゲイツはね、未来感ありますよね。ライダーっていうね、ひらがな文字があるとはいえ、あ、でもこれもジオのアーマーとね結構近いんだけどね。この辺のメカっぽさを考えると、今回のセンチュリーはだいぶ切り口が違うなって感じ。これがどういう風に絡んでくるかめっちゃ楽しみって感じで、まだ全く情報は分かりませんが、とりあえず仮面ライダーセンチュリーっていう2071年のミライダーが登場することが確定しましたから、敵か味方かとか、アーツ出るのかとか、変身ベルトおもちゃ化されるのかとか、そのあたりが気になるかな。ちなみに今回はなんかおもちゃ付き前売り券みたいのはないみたいで、とりあえず普段ならいつもこの時期にありますもんね。劇場窓口にて11月12日より特典付きムビチケカードは発売するんですが、クリアファイルでリバイバージョン、バイスバージョン2種のうちどれかをお選びいただけますと。ただ2つゲットすることでライダーキック状態が完成するとか、そういうやつみたいですね。おもちゃ付き前売り券とか、トイザラス時期的にはトイザラス限定アイテムとか出る時期のはずだけど、去年セイバーでちょっとトイザラスコラボがなぜか大ボケしたんで、今年やんないのかな。残り1ヶ月ですから、ちょろちょろ情報を出していく形なのかな。とりあえず僕は今のところ初日に見に行く予定です。あ、天豪カイジャーもね見に行かないとね。ではこのリンクは下に貼っておきますので、詳細はそちらからご確認ください。以上、仮面ライダーセンチュリーという新たな仮面ライダーが解禁されましたよという動画でした。